磨くなら先生を磨け、OB ディレクターの大藤でございます。藤です。いやどうでした、どうでしたね、うん、初めてです、あんな動画に恥ずかしながらこう出させていただいた。ああそうだそうだそうだ、そうですよ。あれは浅草の午前6時ぐらいですね。確かにね、それぐらいのもう真冬でしたもんね。主演男優賞、はい、ありがとうございます。本当にウィル・スミス並みのもう司会者ビンタしちゃって、はい、多分演技だったんじゃないかなと思っておりますけども、このブランドですね、2年ぐらい前から温めてきたブランドがようやくローンチができるということで、まあ今回この動画を撮ってるんですけど、もう明日なんだよね。しかも明日、はい、4月の1日、2022年の4月の1日にようやく温めてきたブランド、レザーブランドですね、デシっていうブランドがローンチされます。このブランドは事の発端はコロナ禍になって、一緒にこの後ゲストで紹介させてもらう方が、まあ、長年こうレザーっていうのを取り扱っていた、まあ、OEM の工場をやっている、まあ、職人さんでもあり社長さんがいるんですけど、まあ、その方がコロナになって今までずっとこう頼まれて作ってきたものをまた別の表現で形にしたいっていうところからまあスタートして、いろんなこう思いがすごくこう詰まっているブランドにしたいなっていうのがあって、かなりこう時間をかけて土台作りっていうところも含めてやってきたという流れだったんですけど、今日本のそのレザー職人さんとかって少なくなってるみたいで、レザーってそもそもやっぱりこうさ高級品だし、すごく大量生産とかっていうのできるわけじゃない。でそういうところもあって、数年前のこの大量生産がドーンとこう盛り上がった時期とか、あとは今回のコロナとか、そういったいろんな情勢で職人さんが減っていく中で、そういう職人さんたちを守りたいっていう、今からこう紹介する方の思いとか、どうやって言ったらいいのかなっていう呼んじゃえばもね結局呼んじゃえばもご紹介します、ポリスさんです。お邪魔します、はい、すいません、よろしくお願いします。今日はお忙しい中、はい、もうほぼまあ一緒にいるんですけど呼んじゃいました、すいません、はい、この流れ的には一番最後に呼ぼうっていう話をしてたんですけどね結局なんかこうどうやって紹介してたじゃん、そうどうやって紹介したらいいのか分かんないっていうのもあって、すいません。で、コリスさんのそういった思いだったりとか、拠点は浅草橋っていう場所なんですけど、その浅草エリア一帯がレザーの各産業ではすごく昔から盛んに、どれぐらい前、150年ぐらい前、そうですね、ですよね。一番歴史あるんですか。いや、そんなことはないと思います。ちょっと詳しくは正直わかんないですけど、うん、なんかすごい古い、うん、結構歴史もなんかいろいろ調べたんだけど曖昧、あの正確に、すごく正確に言うと150年も前だから、それをこうね、なんかこう伝達する人もまあなかなかこういないじゃない、うん、言っても、だからまあ曖昧な感じだけど、でもおよそそれぐらい続いてると。でそこからこう続いてきた企画産業で、一時はすごく盛り上がってたんですよね。でもやっぱりこうちょっと今こういう時代で、その職員さんたち自体もなかなかこう思うように仕事が進められないっていう感じなんですかね。まあ、そういった職人さんたちを手を差し伸べたいって言ったらすごくこうちょっと上から目線なんですけど、どっちかというと手を取り合ってブランドっていうのをやりたいなっていうところで立ち上げたっていうのが今回の経緯になるんですけど、日本のその職人さんたちってすごくこう丁寧な仕事をやっぱりされる、それは僕がまあ洋服を作っててもすごくこう感じるところで、まあ、レザーのそのやっぱり職人さんたちも自分たちのプライドと経験といろんなまあものがありながら、でもそのすごくこうレザーっていうのを愛していて、その何十年と自分のまあ職人人生から生み出されるものはすごいやっぱり美しいものばっかりだなと、今回こう一緒にレザーのブランドをコリさんとやらせてもらってすごくこう感じているところで、なんといってもやっぱ手でこう作られていくもののその温かみとか、そういったものだったりとか、今の時代にものすごくこう合ってるんじゃないかなっていうふうに僕なりにすごく思ってるんですよ。機械でこう使われた、それこそ少し前の大量に生産されているものより、今選ぶべきものって、まあ、こういうものじゃないっていうものがブランドとしてちゃんとできてるなって
ていうふうにローンチ前にすごくこう感じてるっていうところです。ありがとうございます。一緒にやってんすけどね。本当に別の人。いやまあ本当にね、改めてすごい感じるのよ、ね、この商品が出来上がってきて、いよいよもう明日発売されるんだけど、本当にもう自信を持ってというか、ぜひこのレザーをみんなのこう手に届けたいなっていう思いでこの動画を撮らせてもらってるっていう感じでございます。だからなんとかこう伝えたいっていう思いからウィル・スミスにもなったし、滑っちゃってるけどさ、もう本当に本当は笑いたいのに、いや全然誰一人笑ってなかったよね。そっかそっか、そもそも本当に素晴らしいブランドができたよってこと。はいはい。こだわってる部分としては、日本の職人さんが作るんだけど、でも使ってる素材とかっていうのはイタリアの高級なレザーを使っていて、例えば付属のパーツとかっていうのもオリジナルで作ったりとか、あとは例えば YKK の高級ラインのものをつけたりとか、まあそういった形で本当に伝統と今を、そう本当にそうなん、いいこと言ったよでしょ、すごくこううまく融合したハイブリッドなブランドというか、そういう感じになってるんじゃないかなと。いろいろもっとこう伝えたいことはあるんですけど、やっぱり多分皆さんとしては、じゃあどんなものなんだってところが多分気になってるかと思うんで、僕のおすすめのものだけをちょっと今回は紹介していきたいなと。使ってるもの、使いたいもの、ね、そうですね、をやっていきたいなと思っております。はい、まず実際僕が使ってるんですけど、これスイカも入ってるから、これちゃんと僕の使ってるからね、マジで。これはスモールウォレットでございます。だいたい4ヶ月か5ヶ月ぐらい使ってるの、4ヶ月ぐらいか使っていて、やっぱりこう毎日使うものなんで、手の油だったりとかっていうのがまあ皮に吸収されてますよね、これで。いい経年変化っていうのがすごく知って始めているっていう感じで、これがさっき言ってた YKK の一番高いラインなんですよね。そうです、エクセラっていう一番高級ライン、はい、もうねものすごいスムーズなわけ、うん、本当に滑らかだし、でこの虫の感じもねすごいスタイリッシュなわけですよ。このイタリアンレザーのこの経年変化するレザーに、このエクセラっていう、まあ、さっきフッチが言ってたものすごくこう古いものと、まあ、新しいもののその融合っていうところがプロダクトを作る上ですごくこうこだわっているところで、今までのそのイタリアンレザーってどっちかというと結構味を出していくみたいな、イタリア親父が使うみたいな、2000年代前半のイタリア親父のあの雑誌以来イメージみたいなのは取れないかなと思っていたんですけど、そんなイタリアンレザーを使ってでもこうやってスタイリッシュにものを作ることができるっていうのが今回すごくこう感じられたし、ぜひ皆さんにもこういう味が出るけどスタイリッシュだよみたいな、そういったものを持っていただきたいなというところがすごくこうプロダクトのポイントになってるという感じですね。これちょっと中はもう僕のやつだとかなり1万円がめちゃくちゃ入りすぎちゃってるんでちょっと見せられないんですけど、いや何これみんな冷たいからね本当に。まあ中身自体は本当にシンプルな中身になってると、中の素材自体もこれ表と同じ革を、はい、使ってる。でこれはあんまりだからあんまりないんですよね。ないですね。中まで同じ表側を使って、うん、実際中の革使ってるんで、中の方が使ってんですって。あ、むしろ今知ったんだけど、今一緒にやりながらも、そう分かんないじゃんこんな職人しか。まあね、通常中の方が安い革使うのは基本なんで、うん、こういう財布基本中の革の方が多い、で安い革の方が多いんです、うん、はい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 、ただ外面だけ、まあ、いい革つけて、はいはいはい、まあ、高く売ると、うん、まあそれは儲かりますよね。はい、それはしません。やばいよやばいよやばいよ、もうやっぱ思いがちょっと思いが強すぎる本当にこう一個一個見てもものすごくこうステッチの入り方とかもめちゃくちゃ綺麗なんですよ。全部手作りなんだもんね。はい、職人さんによるね。はい、カラーは4色キーカラー、はい、もうテッシュのキーカラーなんだね。キーカラーです。この4色でお作りをしております。ピンク、はい、グレー、はい、ブラック、はい、ベージュ、はい、この4色、はい、ちょっと今後はまだカラー増えるかもしれないし減る可能性もあるっていう感じですね。そうですね、まあ、違う革使う可能性もありますし、はい、それはまあ適材適所で決めていこうと
今も商品を本当に順次作ってるんですけど、今回その4月1日にリリースされるのは全10型ですね。そうです、はい、その後も毎週毎週発売はしていく、1型か、ないしはまあ2型出す時もあるかな、はい、っていう感じの発売方法っていうところです。でこのねスモールウォレット、これ値段がもうびっくりするんですよ本当に。しちゃってる、震えちゃってる本当に。これイタリアンレザーでエクセル使って、さっきもう初めて知ったけど中の革の方がいっぱい使ってますみたいな。本当に最高級のいいレザーなんですよね。革自体はその見る人によってね好き嫌いあるんで何とも言えないですけど、かなり値段的には高い革ですね、うんうん、これ1万5000円税込みなんだって大丈夫ですか本当にダメですめちゃくちゃ頑張ってます。正直僕めちゃくちゃいろんなものを見てますけど、それこそまあラグジュアリーなものから本当に安いものまでいろいろまあ見てきましたけど、このクオリティでこの素材、このパーツ、この製法、1万5000円はちょっとありえないよね本当に。一つのブランドとしていいんですかそれでみたいな。マジで本当にそうなんだよ。でもそれは小西さんだからできるっていうところもあるんだよ、うんうんね、ずっとこう革をやってきた、で直接そのイタリアとやり取りして革を輸入したりとかっていうのもやってるし、で職人も周りにやっぱりいっぱいいるからだからできるっていうところがこのプライスっていうのを実現できてっていう感じ、うんうん、あとはそれと今回のこの弟子に関しては同じように賛同してくれる職人さんがいて、うん、僕らはその職人さんを助けて、はい、だからちょっとまあ協力してくれないかっていう形で、まあ無理言ってじゃないですけど今後のことを考えて、まあいい循環作ろうよって言って賛同してくれてる職人さんもいるんで、良心的な値段は出せたのかなと思います、うん、だそれはもう皆さんにレザーを身近に感じてほしいっていう思いっていうところがそういう形に変わってったっていうところっすね。続きまして僕が使っているもので言うとこのポーチでございます。これは幅15センチとかぐらいのこういうスクエアのポーチになるんですけど、めちゃくちゃこれ使いやすいですよ。今僕はこれ花粉症の薬がもうたんまり入ってるんですけど何でも使えるかなと、うん、僕は今これ薬のケースとかそういうので使ってるけど、女性だったら全然こう化粧ポーチも使えるし、これさ通帳入れてるって言ってた、うん、確かに。マサさんセカンドバッグだね。もらうだけ。とか PC のアダプターとかそういうのに使ってもいい。何でもいい、ね。そう何でもいい。とにかくめちゃくちゃいろんなものに使える。素材自体はさっきも財布で伝えた素材と同じ素材を使ってます。色もね。色もこの4色の展開になります。はい、でもちろんジップもエクセラ。はい。中身がこれが分かりやすい一番やっぱり、うんはい、これはこれレザーではないんですけど日本製のコットンバーバリーっていう素材っていうのを使ってます、まあ、強度と見た目の本当に美しさ、ね、めちゃくちゃ上品すごく。なのでプライスはここまで安いけど大人の人絶対持ってもらいたいっていう感じのアイテムでございます。そういう細かいところまでバッグの中見せてください。もうぐっちゃぐちゃですみたいな、そんなちょっとかっこ悪いのは大人はもうやめてくださいみたいな。小物があったらまとめてバッグの中にポンって入れとけばそれだけでもかっこいいじゃないですか、まあね、で自分の気分も上がるし、だそういうこう持ち方っていうのをしてもらうっていうのがいいんじゃないかなというふうに思ってます。これが7000円だって。え7000円ってこれ7000円。もうこれ笑けてくるね。もうここまで来ると改めて聞くとやっぱ本当にすごいな。すごいね。ちょっと、まあ、びっくりするぐらいの値段ですね、はい、本当にこの品質でこの値段ってこと。急に10万とか出てこない今んとこ大丈夫。今んとこはでもゆくゆくはなんか冷蔵庫作るとか、ね、言ったりしてるからソファーレザーのそうあソファーまあでもなんかこうファニチャー系も ね, これね、はい、やっていきたいっていう感じで話してますね、はいはい、次にちょっと紹介したいのは今現代人にとってはもうなくてはならないアイテムなんじゃないかなと。僕これちょっとまだ使ってはいないんですけど、これ PC ケースでございます。でこの PC ケースってやっぱりいろんなものがあるじゃない。まあね、テック系のブランドとかファッションブランドと
か、うん、いろんなブランドがある中でレザーってやっぱりこう品もあるしかっこいい、これそうとにかくかっこいい、それにつき、はい、っていうのでちょっと紹介させてください。ここにまあジップがついててこういう風に開閉できるようになってる。一緒ですね、4色一緒ですね。4色一緒です。後で見てもらいますけど、4色こういう風に開閉できて、この中にスーッと、これ何インチ、13インチ用でしたっけ。13インチ14インチまで、はい、これ MacBook のこれは13インチですね、がこのようにスルッとこう入るサイズになっております。で、内側の生地はさっきポーチでも伝えたコットンバーバリーの生地っていうのを使っていて、中にこれクッションもねちゃんと入ってる、両方入ってるの、両方入ってます。こっち面もこっち面も入ってるんで本当に安心して使ってもらえるという、そういうものですね。16インチ作ってくんないから、ずっと言ってたこっちは本当にこの16インチを作ってくる、本当にこれはすごい。作るのに難しいポイントっていうのはあるんですか。なんか一番難しいのはやっぱこんだけ面積使うんで、うん、あんまり汚い部分は使えない。確かにそのレザーの選別っていうのが難しいのか、うん、そもそもそういうのもあるんだよね。そうですね、うん、デザイン的にはごちゃごちゃもしすぎてないし、かといって普通のこうスライドっぽい感じのそのシンプルすぎないっていう、まあこのジップっていうのが一つちょっとこうアイコン的なデザインになってるという感じのこの PC ケース。カラーは変わらず4色ですね、これ、はい、4色でございます。値段がよ、これまた1万8000円です。これだけの革を使っておいて1万8000円ですから。 PC ケースって本当に何千円とかのものもあるじゃない。クッションのね、うん、本当に安いものもむちゃくちゃあるんだけど、仕事をするモチベーションとしてこういうアイテムを、これを手でも、そう、これだけでいいのよ、もう本当にこれだけで、こう例えば牛汗とかにポンって現れたら、え、何それみたいな。まあでもかっこいいよね。かっこいいよね。普通にかっこいい。でこれもまた味も出てくるわけですから。出ます。はい。ずっとこう持ち続けてその経年変化を、楽しんでいただくと。でこれに関してはデシのブランドロゴっていうのがこういう感じで入っておりますんで、こういうところも型押しで入れてるっていう感じですよね。あんまりこうドンロゴドンみたいなそういう感じではなくて、さりげなくデシこう、はい、入ってるというそういうこうデザインに仕上げております。はい、続きまして、私が今ちょうどつけておりますこのベルト、いいよね。これもレザーは同じレザーっていうのを使ってます。僕思うのはこれ結構張りがあるじゃないですか、はい、レザー自体に、うん、一つのそのレザーの種類でも、うん、硬さを出したりとか柔らかさを出したりとかできるっていうのがデシっていうブランドをこうやり始めてから分かったところで、薄く剥いだりするんですよね。そうですね、基本的にはこの厚みで、革はイタリアから来ます 3.3mm、うん、それをものによって財布の場合は 1mm にしたりして使ってるっていうような形で、その表面を削いだ下の部分、床側っていうんですけど、うん、それはそれで捨てるのもったいないんで、他のものプロダクトに今後ね、うん、使ってるという、はい、今回のその4月1日に発売するものの中にそのトコっていうものを使ったものはないんですよね。そうですね、はい、ただ今後毎週発売する新作でそのトコっていうものを使ったプロダクトっていうのも出てくるよという感じですね、はい、でこれバックル、オリジナルのバックルっていうので作っております。これ素材は真鍮ではないですよね。ではなくピューター。バカな、本当に。これはもうコリさんに教えてもらったんだけど、シルバーでもないですよね。シルバーではないです。まあ錫の合金ですね。これがめちゃくちゃいい味出してるんだよ。ピューター。本当に。シルバーだとちょっとギラギラしすぎちゃってる。このピューターは程よいマットな感じ。と、ね、安っぽい感じでもないじゃない。ある程度こう重みもありながら、かといってなんでそれなんですか。まあ、これは素材いろいろ見せてもらって、でその中でこれがいいですみたいな、絶対これみたいなのでこれにしてもらって、この素材をじゃあこの形にしようっていうのを商品企画で考えて、真鍮とかの場合は、うん、真鍮の生地って、まあ、ちょっとゴールドっぽいんで、はい、うん、そこにまあメッキつけてこういうシルバーです。ただこれピューターの生地なんですよ、金属素材そのまま、うん、に磨きをかけてち
ょっとこうシルバーっぽく見せてるんで、うん、まあ、かなりいやらしくない光沢感というかね、うん、上品な光沢感に仕上がってるんですね。で裏にはロゴが見える、ここに小さく弟子って書いてる。弟子、はい、すごくこうシンプルな仕上げにしてるんで、どういうファッションでも使っていただける。それこそ今僕がつけてる黒とかだったら全然ビジネスでも使っていただけるので、ジーンズと合わせてもいいし、スラックスとかで合わせてもいいし、結構いろんなシーンで使えるように、ベルトの幅自体もこれ何ミリでしたっけ、30ミリにしているっていう感じだから、あんまり太すぎないので、すごくスタイリッシュにつけていただけるような感じですね。これはレディースも作ってますね、はい、メンズサイズだけじゃなくてレディースサイズもご用意があるという感じでございます。価格がですね7500円です。でしでしこれ流行らしてる、これみんなでし、素晴らしいっすね、本当に素晴らしいよね。ベルトって結構いいものはあんまりなくて、僕探してる中でしっくりくるからね。そう、まあレザーのブランドやるんだったらベルトもぜひやりたいよねっていうので、念願の理想のベルトが出来上がったっていう感じですね、本当に。あれよあれ、そう、それこれはね、結構ね、好きやね。やっぱり我々小西さんもストリート育ちですよね。はい、そうですね、はい、私もそうでございます。で小西さんずっとスケートやってた、で釣りもやってる、というか一回出てるじゃん、釣り、釣り動画、釣り動画、そうだね、確かに釣り動画ですよね、釣ってないよ。そういう自分たちのそのこれまでの背景みたいなところをやっぱり大事にしたいっていうので、面白いアイテムみたいなのもやっぱり出したいということで出来上がったのが、これ大丈夫っていう感じのものなんですけど、キーホルダーでございます。これなんかわかります、これはあのピーの、まあシューズの型ですね、はい、ワンワンのワンをかたどったキーホルダーで、こういうこうボキャブラリーのある楽しいアイテムっていうのもこれから作っていきたいなと。これも4色でレーザーカットでカットして、レーザーでカットするとここの側面が焼けちゃうんですよね。ここは黒くなっちゃうんですけど、これを全部ねまた手で削ってって、その黒い焦げた部分をなくしてとかで、この貼り付けとか、あとステッチがこれリアルにこう入ってるんですけど、こういったところも全部もう職人さんたちが丁寧に作り上げて余計なの作ったらこれ本当に職人さん泣かせなんですけど、でもどうなんですかね、職人さん嫌がってないですか。嫌がってますよ、嫌がってますなんですけど、こういう楽しいものっていうのが皆さんも弟子のその楽しさみたいなところも伝わってもらいたいなと。裏面にこれは弟子っていうブランドロゴっていうのが入ってるっていう感じでございます。これいくら、3500円弟子3500円です。これそれこそもちろん自分でも持っていただくのもいいですけど、お土産とかそういったのでプレゼントとかで差し上げられてもいいんじゃないですかね。このプライスだったら全然なんかこう、うん、超多分喜ぶと思う、いろんな人が。特にこのゆうやおふじチャンネルを見てる多分方々は好きだと思う、普通にこういう系のアイテム、みんな好きだよ、うん、俺とかの周りもこれみんな好きだもん。そうだね、うん、でこれはもう本当にいろんな人から何これ何これみたいな感じで言われてる商品でございますね。これも4月1日に発売をいたしますと。最後になったんですが、これもちょっと紹介しておこうかな。まあこれポーチなんですけど、チビポーチ、ね、チビポーチ、正直薬、それこそ薬、そうだね、エアポッツとかを入れたりとかっていうのも全然いいと思いますし、これがやっぱこれマウスは入る、これアップルのマウス入る入る、これでもマウスは入れてんだろ、まあマウスと同じぐらいのサイズっていう感じです。財布に入りきらないカードをまとめて、ああ確かに確かに、そういう感じで使っていただけるのがいいんじゃないかなと思います、はい、でこれも4色いくら、これは5000円でございます。5000円、こっちがそこ7000円、大きい方が7000円、大きい方のポーチこれぐらいの高さがあるので、これで持っても可愛いよね、こういう感じでね、7000円と、5000円っていう感じ、はい、いやー本当に明日が楽しみでございますけども、今回のこの弟子というブランドは毎週毎週こう新しい商品を発売していくという感じのブランドスタイルでやっていくと
あとは、まあ、これからなんかこうポップアップとかそういうのもやりたいですよね。そうですね、ショールーム作ったり、うん、なんかポップアップしたり、まあ、みんなにね手に取ってもらえる場所を作れればと思ってます、はい、そうですね、はい、レザー自体がそのイタリアンレザーでベジタブルタンニンって言われる方だと一つずつレザーのこの表情っていうのが違ったりするんですよ。ただなんかこの表情っていうのを楽しんでもらうっていうのが僕らのその目的であって、届いた時にあこいつが我が子かという感じで考えてもらって、そいつをいい感じに育ててってもらうっていう、そういうこう愛し方を、物の愛し方をね、俺の弟子みたいな。いいの。めちゃくちゃ今カメラの向こうでもうフッチキメ顔でどうやってもめちゃくちゃどうやっていつ言おうかなと思ってマジで。という感じですけども、洋服だけじゃなくていろんなものが想像できるというか、うん、ライフスタイル全てにおいて表現できるものじゃないですか、レザーって。なのでいろんなことをなんかこれからこのデシっていうブランドを通してやっていきたいなというふうに思ってます。 EC サイトはもう見れるようにはなってはいるんですが、一応発売の時間っていうのが正午12時に発売と4月1日の12時、はいはい、お昼の12時ですねになっておりますんで、ぜひぜひチェックしていただければ、概要欄にホームページ、その EC サイトの URL と、あとはインスタグラムの URL っていう感じで、今後本当に楽しみなブランドっていうのがまた世の中に出せるっていう感じで嬉しいなと。あ、そうだ、今僕締めようと思ったんですけど、結構ブランドにとって大事なことで、これ付属で商品が届いた時にこういう風にこう入ってる商品がね、こういう袋の中に入ってるんですけど、この袋自体もレザーで、あとレザーじゃないものもあったりするんですけど、こういうハンプって言われるものとかで全部袋を作っております。でこのハンプとかレザーっていうのはもともとはその処分されるもの、そうですね、そういったものっていうのを、まあ、こういう新たな二次利用できるようなこういう袋にして商品と一緒に皆さんの手元に届けるという感じなので、正直儲けもんすね、うん、この袋がだって商品買ったらついてくる、ね、この袋も袋で、そうめちゃくちゃ使えるから、まあいいことやってますね本当に。サスティナブル的な部分でもこのブランドはこういう業界全体になんかこうちょっとメッセージを届けられたらなっていうふうに思っている。この袋がアソートだからいろんな種類があって、これは何が届くかわからないっていう感じなので、まあそういったこう楽しみもあるんじゃないかなと思っております。はい、ということでむちゃくちゃ長くなりましたけども、はい、今回ちょっと初めてこのデシっていうブランドをまあ正式にこう紹介できるっていうのがまあ嬉しくてちょっといろいろ喋りました、はい、4月の1日12時昼の12時から発売がスタートでございます。ぜひ皆さん見ていただければ、買っていただければと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が面白いと思った方はぜひ高評価とチャンネル登録を忘れずによろしくお願いします。それではセンスがあれば何でもできるよ。です。やっ。